はい、こんにちは。この動画ではローアーサードをプレミアプロだけで作る方法をご紹介します。ローアーサードというのは日本語で下3分の1っていう意味なんですけれども、その名の通り下の方に登場するこういったタイトルのことです。テレビや私のその他の動画でもたびたびこのローアーサードを出していますが、このタイトルのおかげで補足情報だったり演者さんの名前とかを表示できますので、視聴者が映像を見る助けになります。ただ撮影した動画をアップするのとローアーサードをつけた動画とでは全く印象が変わりますので、ぜひともこの動画で自分で作れるようになってみてください。ちなみに今回紹介するローアーサードはダウンロードできるようにしていますし、著作権フリーなのでご自由にあなたの動画に入れ込んでください。というわけで早速これからローアーサードと呼ばれるタイトルを実際に作成していきましょう。はい、どうもこんにちは、アクション村上です。というわけで早速これからローアーサードと呼ばれるタイトルを実際に作成していきましょう。まずはじめに映像素材をタイムラインに挿入していきます。クリップを選択してドラッグしたら、この新規項目というアイコンの上でドロップします。はい、そうするとこのクリップのシーケンスが新しくできます。ということで早速ここの上にタイトルを入れていきましょう。画面上部のファイルのところの新規からレガシータイトルというのを選択することでタイトルを記入できる画面が開きますけれども、レガシータイトルの名前は1というふうにシンプルにしておきます。レガシータイトルの画面が開いたらここで好きな形を作っていくんですが、今回はシンプルに四角形を使ったローアーサードを作っていきます。文字が書けるくらいの長さに四角形を書いていったら、プロパティの塗りのところから四角形の色を変えることができます。まあ何でもいいので色を決めましょう。ちょっと最初は暗めの色に設定しておくといいですね。はい、そうしたらこの上にさらにもう一つ四角形の枠を作っていきます。作ってワクワクということで、もう一つ作ったらこの枠は少しさっきよりも明るい色にしておきましょう。もしここで調整したければ選択ツールとかを使って枠の大きさを変えていってみてください。はい、これでワクワクさんが完成しましたが、続いてこの上に表示させる文字を書いていきましょう。まあ演者さんの名前とかをここに表示します。そこで記載した文字をドラッグして選択することで、その部分のフォントだったり太さを変えることができます。いろいろと見ていきながらそのシーンに合うようなスタイルにしていきましょう。はい、ここまで完成したらこのローアーサードのレガシータイトルの中にロゴとかマークなどイラストを入れていきましょう。イラストを挿入するには右クリックを押してグラフィックというのを選択します。するとグラフィックを挿入というのが出てくると思いますので、それを押して挿入したい素材を選びましょう。今回のイラストは私が Adobe イラストレーターで作成したものを PNG の拡張子に変換しており、それを挿入してみます。まあその辺の作り方はまた別の動画で学んでみてください。そしたらこの素材をローアーサードに合うようにスケールで大きさを合わせて位置を調整します。これで最終的に表示するローアーサードは完成といきましょうか。そうしたらこれからアニメーションを入れていくんですが、この状態でビデオトランジションの中から押し出しとかワイプとかを使ってローアーサードの表示をしてもいいんですけれども、これだとあまりにも普通なのでアニメーションに少し工夫をしていきましょう。楽しくトライということで、今作ったこのローアーサードを素材の数だけコピーします。今回は四角いワクワクさんが2つと文字で1つ、そしてロゴが1つなので合計4つの素材で構成されています。ということでレガシータイトルを4つまでコピーして囚人番号234という風に名前を付けていきましょう。そしたらこのタイトルの素材をそれぞれ1つずつにしていきます。1から順に下から重なるように調整していきます。1の場合は一番下の四角形以外全てを削除していきます。そして2の場合はその次の四角形の少し明るめの枠以外を全て削除します。3の場合は文字以外の素材を削除していきましょう。そして4はロゴ以外の素材を全て削除していきます。はい、そしたらこいつらはそれぞれ1から順番にタイムラインに挿入していきます。ほらさっさと入れ。囚人番号1。はい。囚人番号2。はい。囚人番号3。こら返事せんか。返事を、態度が悪いの。囚人番号4。はい。返事ははっきりせんか。はい、ということでそれぞれ挿入していったら別々の素材なので、それぞれ動かしてアニメーションを作っていきます。まず最初にエフェクトコントロールを開いて囚人番号2の1のアニメーションをオンにしておきます。
するとキーフレームが打たれるんですが、最終的にこの位置に四角形が来るようにしたいので、このキーフレーム自体は右の方へと動かしておきましょう。そうしたらアニメーションの始まりはタイムラインの左側なので、この辺りではまだ画面から出ていないということで、左の方へと四角形の位置を動かして画面から出していきましょう。ということで、この状態で再生をしてみると、四角形が中へと入っていくアニメーションがかかりますね。まあ要するに、このアニメーションを全ての囚人番号に貸してあげることでローアーサードが完成します。そしたらこの一番最後に入ってきたところで、今度は一番下の暗めの四角形も入ってくるようにします。ということで、再びモーションの位置からアニメーションをオンにして、そして一番最初に戻って、ここで先ほどと同じようにこの囚人番号1を左の外側へと出しておきます。はい、こんな感じですね。ただこれだとさっきと同じ動きじゃないかということなので、この2つのキーフレームをドラッグ&ドロップで選択して、少しだけ右の方へとずらしてみましょう。はい、これで再生をしてみると、最初に四角形が入ってきて、その後に影が追いかけてくるようなアニメーションが出来上がりました。態度が悪かった囚人番号3は一番最後に回して、次は4つ目のロゴのやつを動かしていきましょう。下の四角形2つが登場してからロゴを登場させたいので、この辺りで登場するようにキーフレームを打っておいて、それよりも左の方でロゴを画面の外へと出しておきましょう。すると四角形が登場してからロゴが登場するようなアニメーションが出来上がります。はい、こんな感じでまあいいんじゃないでしょうか。それでは最後の囚人番号3ですが、こいつは動かさずにエフェクトパネルのところでクロップというふうに検索して、クロップエフェクトを適用してあげます。するとエフェクトコントロールのクロップというのが表示されるので、それを押してみると青い四角形が出現しますので、これを動かすことによって文字がクロップ、つまりちょん切ることができます。この青い四角形は一番端っこに押し込めておいて、文字を完全に消すようにしておきます。ここでタイムラインの時間軸を戻して、ロゴが登場するところまで戻ります。するともう分かったかもしれませんが、このロゴが入ってくるのと同じスピードでクロップをだんだんと開いていきます。クロップの右と書いているところにキーフレームを打っておいて、フレームを一つ方向キーを使って動かします。そしてクロップの右をロゴの位置まで動かします。はい、あとは繰り返し同じで、方向キーで一つ動かしたら、クロップでロゴの位置までキーフレームを動かして、これを文字が最後まで出現するように打っていきましょう。方向キーで一つ動かして、またクロップでロゴの位置まで動かして、これを繰り返していきますと、ローアーサードがいい感じで現れるエフェクトができたかと思います。それでは一回反応を見てみましょう。はい、いい感じではないでしょうか。はい、そしたら今度はこのローアーサードが消えていくアニメーションも作っていきます。そんなことを言うと、へえ、またキーフレームを一個一個動かすんすか、めんどくせえ、もうやりたくねえよワクワクさんと思うかもしれませんが、安心してください、すぐにできますよ。ということで、まずはこの4つのクリップを少しばかり長さを短くしていきます。というのも、これからこのクリップをコピーして動きを反転していくからです。そしたらこの4つのクリップを選択した状態で、右クリックを押して Nest を押しましょう。これで名前を決めて再生をしてみます。すると今のアニメーションが1つのクリップにまとまることになります。もしこの中身を調整したければ、 Nest をダブルクリックすれば OK です。ここで中身を見ることができます。そしたらさっきのシーケンスに戻って、今作った Nest をコピーしておきましょう。コピーするときは Alt Option キープラスドラッグでしたね。余白はリップルデリートで詰めておきます。すると突然ネストが2つつながりますね。この状態だとただ単に同じアニメーションが2回続くだけなので、2つ目のネストのクリップを右クリックして、速度デュレーションというのを押しましょう。そして逆再生というのにチェックマークを入れます。こうすることでローアーサードが出現して、また同じ動きで左に戻っていくアニメーションが出来上がります。はい、とまあこんな感じで、自作の動画でも編集の途中でローアーサードをつけて、少しでも視聴者が見やすい動画を心がけてみてはいかがでしょうか。もちろん毎回作るのはめんどくさいよという方には、ダウンロードできるようにプロジェクトファイルを準備していますので、そこからダウンロードして文字を入れ替えて使ってみてください。それでは今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございます。いつか会える日を。またこの動画がためになったなぁと思ったら、チャンネル登録をして、その他の動画もチェックしてみてください。あなたの心に火をつけます。